稲葉です。今日は六本木ヒルズに来ております。東京タワーが見えます。今日はね、くら寿司が特別協賛している誕生店のオープニングセレモニーやってきております。いろいろ紹介していきたいと思います。記憶というものがあって、その中にはやっぱり3人のキャラクターがスッと寄り添っている。そういった記憶がこういうふうに積み上げられてきて、今があるんだよっていうのを表現した作品ですね。どんな音声ガイドになっていますか？もちろん、サンリオさんの歴史を皆さんと一緒にこう振り返ることができる、たくさんボイスも収録させていただきましたし、事前に中を見られたということだったと思うんですけども、なんか特に、ね、なんか印象に残ってるところとかって教えていただけますか？そうですね、はい、もう全部細かく見ていただきたいんですけれども、はい、やっぱりなんですかね、私がすごくこう小さい時から可愛いなと思っていたイチゴの、いちご、はい、いちごってもう今では可愛いの定番になってるじゃないですか。そうですね、いちごって、はい、作ったというか始めたのがやっぱりここに入ってみると、はい、改めて、いや、リンさんってすごいなというか、もう可愛いをどん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 作り上げていってくれてるし、これからもどんどん可愛いを更新し続けていってくれるんだろうなっていうのを思わせてくれる、本当に素晴らしい展覧会だったなっていうふうに思います、ね。ああ、特にその山本さんが好きなキャラクターっていうのはあるんですか？はい、そうですね、キノコロールも好きだし、ポムポムプリンも好きだし、でも一番はやっぱりリトルツインスターですかね。キキララかな。私がサンリオのキャラクターのグッズとかを持ち始めたのが幼稚園生ぐらいから。あ、そんな頃からだ、ね、そうなんですよ、はい、その頃からずっと持ち始めてたんですけど、小学校ぐらいの時に友達がキキララのグッズ、リトルツインスターズのグッズを持っていて、はい、その時ちょっと衝撃を受けたんですよ。ピンクとブルー、はい、で、私の中で可愛いイコールピンクしかなかったんですけど、初めてブルーも可愛いんだっていうのを気づかせてくれたのがリトルツインスターズのそのピンクと水色の淡いイメージカラーだったので、なんか私に新しい道を開かせてくれたキャラクターだなっていうので、そこでかなりこう、なんていうか、思い入れのあるキャラクターになりましたね。なるほどね。くら寿司って行かれることってありますよ。あ、そうなんですか。それはもちろん。あ、ありがとうございます。日本国民行ったことない人いないんじゃないですか。いや、そうかってぐらい。いや、みんなに愛されてるくら寿司さんですか。そう言っていただけると、は
ありがとうございます。そして山本さんの、あの特になんか好きなネタとかってもし教えていただければ嬉しいなと。もう私は絶対最初と最後はサーモンで締めるって決めてるんですよ。あ、そうなんですね。もうまずサーモンなので、どんなにお腹いっぱいでもサーモンで締めるっていうのが自分の中でこう決めてることなので、サーモンは大好きです。すごいなんか今伝わりましたね。サーモンめっちゃ好きなんやな。大好きです。はい、はい、ということで無事に見学させていただきました。もちろんこの、ね、サンリオさんのキャラクターがめちゃめちゃ好きな方っていうのはもう大喜びの内容だと思いますし、まあ、もちろん今までね知らなかったっていう方が来られてもすごい歴史とか背景とか知ることになってすごい、まあ、勉強になるというかすごいいい出会いになるんじゃないかなというふうに私は思いましたね。はい、ということで今回の動画はここまでです。この動画良ければグッドボタン、そしてチャンネル登録もよろしくお願いします。ここまでは178こと稲葉がお送りしました。ありがとうございました。